皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年8月の19日月曜日でございます。気温は32度といったところでございましょうか。皆様、はい、熱中症気をつけてくださいね。本格的に暑さが増していると思います。そして僕は昨日のことをやっぱり謝らせていただきたいと思います。そうなんです。まず皆様、昨日の放送をご覧になってみてください。はい、それによって僕がそれほどやっぱりちょっとなんて言うんですか、反抗的な態度だったっていうところがすっごいすっごいわかるかと思います。そうなんです、意見を聞かない僕というところでございまして、はい、僕は意見を聞かないダメな僕です。それを強く強く感じるばかりでございます。ですのでやっぱり昨日の放送はご覧になってから今回の放送をご覧になってくださいね。申し訳がございません。そして本日なんてコメントしていいのか、もうずっと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 悩んで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 、そしてここに立ちすくんでます。どうコメントしましょうか。もうわからないんですよ、本当に本当にわからなくて、僕はコメントができなくて、もう本当にもうどうしていいかわかりません。もう何時間考えましたかね。ちょっともう本当にもうその数時間、はい、もう5時間ぐらいは考えたかと思いますよ。でもそのまま考え続けても答えが出なかったので放送に臨ませてはいただきました。もうじゃあこの放送で自分自身が何を考えているのかを、はい、もうその率直なところを僕の中で僕こそが掘り起こしてみようみたいなところでございまして、そうなんです、そう思いましたならば、はい、やっぱり昨日は僕は反省すべきっていうところを強く感じている今でございます。そうなんですよね。何せこの引きこもりスアワーを、はい、よくして行こうっていうお気持ち、それをいただいたのでございますからね。それに対して僕は、はい、冷たい態度をとってしまった、そういうところを感じるばかりでございます。ですのでそうなんです、難しいとは思いましたが、難しい中でもチャレンジしていく、そういうところを忘れずにやっていきたいとは思います。ですのでやっぱり今回からご覧の方いらっしゃいましたならば、はい、昨日の放送そちらからご覧になってはいただきたいとは思います。ぜひともぜひとも。そして改めて、はい、この放送はと申しますと、そうなんですよ、この放送は皆様からいただくお便りによって作られるアニメーションでございます。はい、どういったお便りを募集しているかと申しますと、改めて申しますが、僕に何か言わせたい一言、はい、これを募集しております。僕に言わせたい一言でございます。そのお一言をいただいたら、それをこの放送の終盤に一言として言わせていただきます。ですので何かこうした一言を言ってみたいなことがありましたならば、お気軽にお一言お便りコーナーに、ハノーって言っちゃいましたけれども、くださいますと嬉しいばかりでございます。そうしましたら僕が心を込めてその一言を言わせていただきますからね。はい、ぜひとも
お一言お便りお待ちしております。まあまあでも、はい、お一言お便りだけじゃなくても別にいいのではございますよ。それは何かと申しますと、普通に皆様の周囲で起こった出来事、そうしたことでもお便りくださっていいのでございます。ですから、はい、まあまあ一言じゃないけどこういうことがあったんだとか、はい、褒めてとか、あとは悩んでるんだ、元気づけてとか、そういうことでも、はい、別段受け付けております。ですので、お気軽にお便りいただけますと嬉しいばかりではございました。まあまあでもそのお便りに対して僕がうまく受け答えできるかどうかは別の話みたいなところになっちゃいますけれどもね。そうなんですよ、僕はうまくは受け答えはできません。はい、そうなんです。あまりというかコミュニケーションが得意な僕じゃございませんからね。ですからいっぱいいっぱい失敗しちゃいます。そんな失敗も一緒に受け止めていただけますと嬉しいばかりでございます。どうかよろしくお願いをいたします。とのとのことでございまして、はい、もう引きこもりスアワーの大体のところでございました。そしてこのお便りの、はい、投稿フォームの上部のところには注意事項が書かれております。はい、注意事項の動画も貼っております。ですのでその注意事項をぜひともご覧になってからお便りいただきたいと思います。この注意事項改めて変更させてもいただきますからね。ですので、はい、改めて変更した注意事項をご覧になっていただけると嬉しいばかりではございました。とのとのことでございまして、はい、じゃあ行ってみましょうか。本日も引きこもりスアワー行かせていただきたいと思いますよ。はい、そしてもうお気づきかとは思います。お気づきかとは、それが何かと申しますと、もうご覧になってはいただけましたよね。あれって思われましたよね。あれっていうところは、はい、そういうところだと思って僕は改めては言わせてはいただきますが、はい、本日と言いますか先日サムネイルをいただけましたよ。まずはそのサムネイルについてご説明させていただきたいとは思います。はい、このサムネイル、はい、実は引きこもりスアワーというのは、はい、毎日サムネイルをいろいろと作っていたり、まあ繰り返して使っていたりするのでございますが、はい、皆様からいただくイラストによってサムネイルを作らせていただく、そういうことも募集しております。そうなんですよ、はい、皆様からいただくサムネイル、はい、いただいたらそれを使わせていただくということをさせていただいております。はい、そのサムネイルはジャムキッチンのキャラクターたち、これらを使ってのサムネイルでお願いしたいと思います。全く別のところのキャラクターというのは、はい、いろいろなところで問題がありますので使えなくなってしまいますため、ジャムキッチンのキャラクターでのサムネイルというところをお願いしている次第でございます。そしてそのサムネイルは X で募集させていただいております。はい、ですからジャムキッチンの X 宛てにそのサムネイル書いたよっていうところをいただけましたならば、はい、気づきましたら僕はコメントとともにコメントさせていただきまして、そして翌日には使いたいなっていうところを思っている次第ではございました。とのことでして、
ジャムキッチンキャラクターを使ったサムネイル、こちら、はい、いつもいつも募集しておりますので、ぜひとも皆様、ふるってイラストをご投稿いただけますと嬉しいばかりではございました。そしてそんな中で本日いただけましたのはどなた様の、イラストかと申しますと、はい、グリークさんですよ。はい、アカウント名グリークさんからいただきました。そんなサムネイルでございます。はい、ありがとうございます。グリークさんは昔からこの引きこもりスアワーに付き合ってくださる、お付き合いくださる方でございまして、ただただありがたいばかりでございます。ぜひともそのグリークさんの描いたイラスト、これをはい、じっくりご覧になってみてくださいませ。めちゃくちゃ可愛いです。めちゃんこ可愛いでございます。それを言わせていただきたいとは思いました。はい、目がうるうるしていて、もう僕のはい、新たな表情、そういったところでございますね。もうはい、僕がもう本当にいろいろ皆様に訴えかける、そういうところを表現していただけましたからね。グリークさんありがとうございますですから、それを強く言わせていただきます。もう本当にありがたいばかりです。はい、そしてそうなんですよね、ジャムキッチンキャラクターもちらり登場してますよね。はい、ご存知の方はご存知ということでございまして、はい、何のキャラクターかはやっぱりじっくりとそのサムネイルをご覧になっていただきたいと思います。そしてジャムキッチンの X でグリークさんのそのイラストをリポストさせていただいておりますので、大きな画面で見たい方はぜひとも X でご覧になってみてくださいませ。はい、グリークさんのアカウントをチェックしてみてくださいね、とのことでございまして、本当にグリークさん、イラストありがとうございます。もうありがたいばかりでございますよ。はい、そうしたことでございまして、はい、グリークさんからいただけましたサムネイルでございました。そうでございますよ、僕の心の叫びが書かれておりますからね。ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。お付き合いのほどくれぐれもよろしくお願いいたします、とのことでございまして、じゃあはい、お次のコーナーに行きましょうか。お次のコーナーに、本日はお便りが別段なかったということもございまして、はい、お歌のコーナーとさせていただきたいと思います。お歌のコーナーと、まあそうですね、どんなお歌かと、まずはそれを僕がイメージしたものをイラストにいたしましたので、はい、ご覧になっていただきたいと思います。それがこちらでございます。はい、こちら、こんな感じでございます。僕のイメージした、はい、そのイラストでございます。まあもう僕文字で書いちゃってますけれどもね、はい、文字で書いちゃってますから大体のところはご想像つきますよね。完全にもう文字で説明しちゃってますもん。一番これダメなイラストの描き方でございますよ。はい、文字で結局説明しちゃってるっていうところが、というところでございまして、はい、もう何の歌かと申しますと、アルプス一万尺でございます。はい、今日でも声が出ないんですよね、正直。はい、そんな中で歌って
果たしてはいちゃんと歌えるのかどうか、はい、そこはとってもとっても疑問で思います。はい、でも歌わせていただきたいと思います。じゃあじゃあいきますよ。あえいうえおあお、はい、まあまあ今さら発声練習したってダメでございますけれどもね、放送の前に発声練習しなよっていうところでございますよね。それは思います。じゃあ行きます、行きますよ。アルプス一万弱小槍の上でアルペン踊りをさあ踊りましょう、ラン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 、そういうところでございまして、まあまあこれですね、このアルプスの山、はい、これのだいたい1万弱あたり、はい、そこら辺で起こった出来事みたいに考えております。はい、僕の中では、はい、そのアルペン踊りを踊ったっていうような、はい、そんなイメージで、まあまあどういう踊りかは分かりませんけれどもね、はい、それを踊ったっていう素敵なお話っていう感じでございましょうか。でもなんか標高が高そうなんですよね、1万弱って、はい、そういうような気がいたしまして、そこで踊る踊りっていうのがぜいぜいハーハーしないのかなっていうところはちょっと気になりました。はい、そういうところがですから、きっと穏やかな踊りじゃないかなっていうのを思ったところではございます。というところでございまして、アルプス1万弱でございました。どうでございましたでしょうか。まあまあ声が出ない中、まあ頑張って歌わせてはいただきました。はい、すみません、本当に何て言いますか、本当に下手っぴでというところでございまして、じゃあじゃあ行きましょうか。さらにお次のコーナーに行かせていただきたいと思います。はい、それでは行きます。それではお夕飯コーナーでしたね。お夕飯コーナー行きますよ。僕の昨日のお夕飯はオムライスでございます。しかも完全食といったところで、こちら、はい、そうです、卵がふんわり、卵がたっぷりのオムライスといったところでございまして、しかも完全食なことによって栄養バランスも最高といったところでございましょうか。はい、もうもう僕猫舌というところは前から言わせていただいておりますから、はい、猫舌であるところを言わせていただきたいと思います。ですので若干表示項目の何ワットは何分っていうのがあるじゃありませんか。それよりも若干、はい、早めにいつも終わらせているのでございますよ。はい、そうなんです。ですから早めに終わらせていることによってどうなるかと申しますと、大体の食品が、はい、中央部分がシャリシャリ、はい、になるのでございます。冷凍の場合ですね、冷凍食品の場合、はい、これも冷凍食品でございましたから、やっぱり中央部分がシャリシャリといたしまして、でもそれもそれで僕はやっぱり、はい、シャリシャリ食べられて美味しいというところはございました。はい、そうなんです、そうなんです。僕は熱々よりはシャリシャリ、そっちの方がまだいいなというところがございまして、ですので中央部分シャリシャリのまま食べさせてはいただきました。
でもどうなんですかね、完全に加熱するよりは栄養分が飛ばないとかそういうことってございません？それにシャリシャリでも外側はやっぱり熱いのでございますよ。ですからちょっと中央のシャリシャリと合わせて食べるとちょうどいい温度で食べられて、はい、まあまあやっぱり中央がシャリシャリなのはありだなっていうところは思いました。はい、そして味わいはと申しますとデミグラスソースでございましょうかね。はい、が濃厚で美味しいといったところでございます。そして卵はふわふわ、はい、そうでございます。ですのでふわふわ系オムライスというところでございまして、美味しく食べられました。はい、ライス部分は何味だったんでしょうかね。ライス部分も色がついているとは思いましたが、でもデミグラスと一緒に食べましたのでデミグラスの濃厚な味わいで美味しく食べることができました。はい、大満足の一品というところでございまして、美味しく食べられることができましたということを言わせていただきます。はい、とってもとっても美味しかったです。オムライス、そしてボリュームも満点でございまして、ボリューム的にも僕は大満足でした。はい、そうなんですよね。しかもかなりの割引で買ったんですこれ。はい、かなりの割引で 60% オフぐらいでしたかね。 60% ですよ。それはもう買いですよね。ですので 60% オフぐらいで買ったというところでございますので、だいぶリーズナブルというところも僕はやったねって思ったところではございますとのとのことでございまして、オムライス美味しく食べることができました。はい、じゃあじゃあお次のコーナーに行きましょうか。お次はお一言お便りコーナーでございます。じゃあ行きますよ。はい、じゃん、ペンネーム皆さんよりいただきました。サンピアさん、お一言お便りいつもいつもありがとうね。そしてそして本日もやっぱりありがとうね。ですからということでございまして、もうもうどのようなお一言か拝見しちゃいたいと思います。じゃん、もうそうですね、はい、もうもうただただありがとうございますを言わせていただきます。はい、ありがとうございますというところというところでございまして、なんか今日の、はい、一言に、はい、なんか僕はぴったりだなっていうのを感じちゃったりもいたします。はい、でもそれはやっぱりそうなんです、皆様に甘えちゃっております。それは言わせていただきたいと思います。そうなんです、甘えちゃってます。はい、とっても甘えちゃって、どういうことかと申しますと、はい、やっぱり皆様、はい、もうもう皆様のこと、はい、これをもうちょっと、はい、僕も含めて皆様のことをもうちょっと簡単な言葉で言ってみてくださいませ。はい、簡単な言葉で、はい、そして山があったらそれを、はい、それを突っ切ることはできませんので、はい、どうしますか？山があった時にはそれを、その先を進むには、はい、ある方法を取りますよね。それでございます、それでございます。はい、もうもうはい、その、はい、そういうところでございます。甘にほにゃ
みたいな歌がありますよね。アマニホニャみたいな歌が、そのはいホニャの部分でございます。はい、ホニャの部分に、そしてプラス車やバスにホニャするホニャすることを、はい、もうちょっと難しいですよね。僕が言えば言うほどより難しくなるというような気がいたしますよ。ですので山があったらそれをするというところでございます。はい、というところでございまして、はい、それを皆様と僕と共に、はいはい、そうしようっていうようなところでございました。お分かりになっていただけました？難しいですよね。でも今回とっても気持ちを込めて言わせていただきます。ですので、はい、もう本当に皆様よろしくお願いをいたします。お付き合いいただけますと嬉しいばかりでございます。とのことでございまして、はい、そうなんです。もう皆様にただただ僕はお願いするばかりでございます。そしてやっぱりそうなんですよね。そうです、僕がはい本当に悪かったなって反省しております。もう本当にすみません。やっぱり昨日ご覧になっていただけて、はい、そうなんです。それでもじゃあよし、じゃあ付き合ってやろうかっていうようなところございましたならば、よろしくお願いをいたします。とのことでございまして、はい、サンピアさんの一言いきましょうか。はい、行かせていただきましょうか。じゃあいいですかね。はい、難しいとは思いますが、じゃあ行きますよ。それでは行きます。ではサンピアさんよりの一言どうぞ。みんなで乗り越えよう。